ジョゼ・バンダム、本名ジョゼフ・バンダムは、ベルギーのバス・バリトン歌手。男爵。1940年、ベルギー・ブリュッセルに生まれる。17歳の時、ブリュッセル王立音楽院に入学、フレデリック・アンスパーシュに学び、最優等で卒業する。オペラでのデビューは1961年、パリ・オペラ座でのロッシーに、セビリアの理髪師のドンバジリを役。 動座には1965年まで在籍し、ビゼーン、カルメンのエスカミーリョ役を皮切りに、主役級を歌うようになる。その後ジュネーブ、ミラノスカラザ、ロンドンのコベントガーデン、王立歌劇場など各地に、招かれ、ジュネーブでは、ミオの、罪ある母の初演にも参加した。またロリン・マゼールの注目を受け、彼の指揮によるラベルの、スペインの時の録音に参加、またマゼールが率いていた。 ベルリンドイツオペラにも1967年から加わる。バンダムはパリ、ロンドン、ニューヨーク、ミラノ、ベルリン、ブルッセル、ブエノスアイレスなどの常連であり、またザルツブルク音楽祭、エクスアンプロバンス音楽祭、オランジュ音楽祭などの音楽祭にもしばしば出演していた。バンダムはまたオラトリオ、 リートの卓越した歌い手としても有名であり、その舞台及びレコーディングは数々の賞を獲得している。1974年にはベルリンの宮廷歌手の称号を授与されている。1988年には映画監督ジェラール・コルビオの諸女作仮面の中のアリアに年老いたオペラ歌手の役で主演し、その演技も評判となった。 また、1998年と1999年には、ミュージカル、ラマンチャの男で主役を務めた。1998年8月には、ベルギー国王アルベール2世より、男爵位を従爵された。2010年をもって、歌手活動から引退。2011年より、自身の祖国、ベルギーのエリザベート王妃音楽院にて、若手歌手の育成にあたり、マスタークラスも開催している。 ありがとうございます。